進行役の夜です。聞き役兼ツッコミ担当の暁だよ。同じく日向です。皆さんよろしくね。今回のお約束はいかだよ。なるほどなるほど、わかりました。そして今回の作品はこれだ。角川ブックスの悪役令嬢レベル99、私は裏ボスですが魔王ではありません、第2巻です。著者は七夕悟りで、イラストは T だよ。角川ブックスより2019年11月9日初版発行だよ。パチパチパチ。著者の七夕悟りとイラストの T については前回の動画を参照してください。了解了解。本巻の構成は以下になるね。本巻は約340ページで1章あたり30から40ページくらいになるかな。1章としてはちょっと長いかな。そうだね、ひし形を節の代わりに使っているね。そういう書き方ね。こういう切り方は微妙って感じかな。好きじゃないんですよね。個人的には節で切ってくれる方が読みやすいけど、そこは好みだね。なるほど。また各章は本編として弓エラパート、幕愛は幕愛のタイトルのパートとなっていて、メリハリがあって面白かったよ。それは面白そうですね。ではそんな感じで説明していこう。よろしく。一巻で魔王復活騒動も無事に終わり、それから1年、パトリックと2人でダンジョンに潜っていた。なんでやねん。王都の裏ダンジョン、パトリックがレベル上げしていたところだ。もうすぐ卒業のためここに来るのも最後だという話をしていた。あくまでもパトリックのレベリングのため、弓エラは何もしない。経験値が無駄になるからですね。レベルが監視としているもんね。パトリックとしては手を貸してくれてもいいじゃないかと言ったが、弓エラは経験値が無駄になるという、というかもっと無理しても良いと言ってきた。自分がいるんだから負傷してもすぐ治療できると。この黒い回復方法ですね。弓エラのレベル上げは怖いよ。パトリックもそう言っていたよ。しかし弓エラは2人でのお出かけなのでデートをと思っていたが、パトリックからは違うと否定された。レベリングをデートと思える弓エラの発想がすごい。途中修練のために来ているこの騎士団の人たちとすれ違った。表面上は丁寧な挨拶をして別れたが、しばらくして声が聞こえてきた。あ、レベルが高いと聴力も高いんでしたっけ。内容は弓エラ怖いという話で、魔王討伐も弓エラだろうとバレていた。まあ黒髪のイメージはそうそう払拭されないでしょうからね。そうだね、そういう差別はすぐにはなくならないよね。学園寮に戻り、そろそろ大量の準備を思っているとエレノーラがやってきた。彼女は卒業後弓エラがドルクネス伯爵寮に戻ることが寂しいと言ってきた。彼女は懐いていますもんね。そっか、弓エラの親はもう貴族じゃないんだっけ。そうだね。エレノーラからパトリックはどうするのかと聞かれたが、パトリックはシバトン廟に帰るだろうからと言った。あらら。その後パトリックと話していたら、彼もドルクネス寮についていくという。よかったよかった。ユミエラ一人で行かせると何が起こるかわからないからとのこと。いやいや、絶対に事件になると思っているんだよ。まあなるだろうね。いつものパターンだとそうなりますね。学生寮を引き払ったユミエラは王都のドルクネスの館によると到着すると、使用人が数人屋敷の前で迎えてくれた。直接不動で顔を青くしている。ユミエラはそういう態度に慣れているが、メイドのリタは憤慨していた。態度が悪いと、自分ならユミエラのために死ねると。怖い怖いよリタ。彼女はちょっと危ない方向に行っちゃってますね。後日ロナルド学園長が訪ねてきた。あ、なんか正体不明な人ですね。彼はもう学園長じゃないとのことで、本来の仕事に戻ったとのことだ。そこでドルクネス寮の話をいくつかしてくれる。いろいろと不自然な内容があったので、それを仕入れる。パトリックも準備をして、いよいよドルクネス寮に出発する。竜で行くと言っていた弓エラを止め、馬車で数時間。道が悪くなって目が覚めた。数時間か、王都から100キロくらいかな。そんなもんじゃないかな。というか竜で行こうという発想が弓エラらしい。そして弓エラの非常識行動を止めるパトリックって、もうテンプレですね。なんで道が悪いんだろうと思っているとドルクネス寮にすでに入っているとのことだ。さらに麦畑の生育も良くなさそうだった。親は何をしてたんだろう。寮の中心には夕方に着いたが、それもかなり閑散としていた。つまりボロボロということですね。ひどすぎだね。
いよいよ領主の館に着いた。そこには数十人の使用人が並んでいた。パトリックから第一印象が大事だからおとなしくと言われた。ユミエラは少女時代に放置されていた自分が当主になって帰ってきたので、報復を恐れられているだろうと思って、その気がないことを明白にしようと考える。なんか、嫌な予感が。うん、それは当たると思うよ。お久しぶりです。ここで過ごした楽しい日々は忘れていません。皆さんにお世話になったお返しをできれば幸いです。ダメじゃん。ついでに頼りになるイメージを与えようと。ご存知の通り、私のレベルは99です。あとは、わかりますよね。何があってもみんなの安全は保証する、という意図で言ったのだが、当然伝わらないよね。そんな感じで、ユミエラの天然とそれをフォローするパトリック。狂信的なリタの行動とボロボロの領地改革と、なかなか大変な状況で面白かったよ。ユミエラがいる場所を盗賊が襲ったり、その盗賊が隣の領民で、そこからドルクネス領に引っ越しさせたり、領地が狭いので山を魔法で消そうとしたり、子供の頃の行動から村では神様として信仰されていたり、パトリックとの結婚の挨拶にアッシュバトン廟に行ったら国境紛争に巻き込まれたり、つい衝動買いしてしまった魔法の杖がユミエラには効果なかったり、初めて飲んだお酒で乱れたり、そんな領主1年を今回は楽しく描いていますね。そして一巻での疑問点、公爵派の件は解決してストーリー上は丸く収まっているね。まあネタは想定通りだったけどね。なるほど。3巻以降は別のストーリーと考えていいよ。それは楽しみ。で、おすすめランクはどれくらいですか？そうだね。S、A、B、C、D と分けると、S かな。お、久しぶりにいい評価だ。今回は一巻と違ってストーリー上のしがらみが少ないため、非常に面白い出来だったよ。そうなんだ。もうね、久しぶりに本読んでてクスクス笑ったよ。そういうのいいですね。今回は特にいい出来だったと思うよ。なぜに上から目線。なお、電子書籍のおまけとして最後に、ことぶきりまの大予言者は前世から逃げる3週目は公職令嬢に転生したから、バラ色ライフを送りたいが20ページ程度ついていますね。こういうのは良い試みと思うよ。面白ければ本編買いますからね。そうですね、やはり読んでみないとわからないものありますからね。ということで今回は以上となります。まだまだ不慣れなところがありますが、チャンネル登録、いいね、コメントをいただければ幸いです。それでは皆様、またねー。